どっちが好きですか？わしは小麦粉色の白い肌派、もちもちって感じの。なになに、どういうこと？それでは早速クイズじゃ。マイペースじゃるな。日本で食べられている小麦のうち、日本国内で作られているのは何パーセントでしょうか？パーセント？半分くらいじゃないかしら。おいらもそれぐらいだと思う。それではどうぞ。正解は 15%。 全員外れ。ほとんどがアメリカ、カナダなど外国から輸入されているんじゃ。 15% って少ないんじゃるか。例えば1枚のピザで表すと、日本の小麦で作れるのはこれだけじゃ。わあ、ピザが丸くない。大変だっぴ。日本頑張らなくちゃ。その通り。日本の小麦で丸いピザになってほしいじゃるね。大きくてね。これを見てくれ。わあ、それ僕のおやつだっぴ。いつの間に。あ、国産小麦って書いてあるじゃろ。え、そう、日本の小麦は今どんどん美味しくなって、たくさんの商品になっているんじゃ。おお、僕ってすごいっぴ。日本の小麦いっぱい食べてる。美味しいものには敏感よね、ラッピー。他にもラーメン、スパゲッティ、パン、日本の小麦を使った商品はいろいろあるぞ。おいらもラッピーを見習うじゃろ。そうね、クルンも。わしも食べて応援するぞ。それは僕のおやつだっぴー。なあ。